ジョン・テレンス・ドイルは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州コンコード出身の、元プロ野球選手。2007年の MLB ドラフトで、ロサンゼルス・ドジャースから21巡目で指名を受けたが、入団しなかった。2008年の MLB ドラフトで、シカゴ・ホワイトソックスから37巡目で指名を、受け入団。ルーキー級ブリストル・ホワイトソックスで中継ぎとしてデビュー。 2009年以降は先発として起用され、2011年は A 級インストンセーラムダッシュと AA 級バーミングハムバロンズ合計で8勝10敗、防御率3.07の成績を残した。2011年オフにルール5ドラフトでミネソタツインズに移籍するも、2012年のスプリングトレーニングでメジャー40人枠に残れず、ホワイトソックスに変換され、トリプル A 級。 シャーロット・ナイズでプレー6月まで12試合に登板し、6勝3敗、防御率2.83の成績を残した。2012年6月14日に福岡ソフトバンクホークスが獲得を表明した。背番号はこのシーズン途中に対談となった、ブラッド・ペニーが着用していた、31。7月16日の対オリックス戦に、来日初登板で、 初先発し、5回82球5奪三振1、失点と後頭初勝利を飾った。だが次第にコントロールが定まらなくなる試合が続き、結局この年は、初登板で上げた一勝のみに終わる。シーズン終了後の10月25日に対談が発表され、11月1日付で自由契約となった。2012年11月9日に、 ボストン・レッドソックスとマイナー契約を結んだ。2013年は、レッドソックス。2014年は、シカゴ・ホワイトソックスとアトランタ・ブレーブス。2015年は、ボルチモア・オリオールズの参加マイナー球団でプレーしたが、メジャーに昇格することはなかった。2016年は4月27日にオリオールズを、自由契約となり、5月に、独立リーグ・アトランティックリーグのランカスター。 バーンストーマーズと契約した。8月26日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ。オフの11月7日に FA となった。この年のオフにドミニカのウィンターリーグでプレーしたのを最後に現役を引退した。2019年1月よりニューハンプシャー州にあるニューイングランド大学のヘッドコーチを務めている。 最速93マイルパーアワーの速球とスライダー、カーブ、チェンジアップを投げ分ける。急速にかけるため、ツーシーム主体のコントロールと緩急で打者を打ち取る、投球を持ち味としているが、マイナーでの通算脱三振率7.3と、脱三振も多く、また予し球率が2.2、シーズン防御率が通算で3.31と、安定感がもあった。 大学時代には数学を専攻し、オフには高校の数学教師を務める。ありがとうございます。